米大リーグドジャース、レイズ、24日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、レイズの J シリガイア州、29、が24日、日本時間25日、本拠地、ドジャース戦の試合前に日本メディアの取材に応じ、伝説アーチの舞台裏を明かした。前日23日、同24日、3対3の9回2死満塁だった。 初級を捉えたドジャース、大谷翔平投手、30の打球は懸命に手を伸ばした中堅守、尻のグラブを越え、センター右に着弾する日本人選手初のサヨナラ満塁本塁打。史上6人目で最速の40から40お日米通じて初の劇団、移籍後初のグランドスラムで決め、大谷はスーパーヒーローになった。本塁打投塁の 40、同日達成は史上初。過去5人の中で、40から40の最速記録は出場147試合で到達した6年のソリアーノ、ナショナルズ、だったが、同126試合で成し遂げた。この日、シリは前夜の大谷の一発を振り返り、彼の打撃力を知っていたので注意していたが、アウトにできるかはわからなかったので、ボールを追った。 もちろん補給するつもりだった。自分のところに飛んできたフライはすべて補給するつもりでプレーしている。明らかにあれは取れなかった、とお手上げだった。観客がボールを取ることができず、一度はグラウンドに跳ね返ってきた。しかし、試合後も記念玉は行方不明。実はシリが客席に投げ返していた。何も考えていなかったんだ。40対40、だったとは知らなかった。 さよなら本塁打で、試合が終わったから、いつものように客席のファンにボールを投げてしまった、と罰が悪そうだった。ボールをキャッチした人には、その人が楽しんでくれることを願うよ、と話した。シリは大谷について、彼は明らかに偉大なプレイヤー。アンドロイドだ。彼は特別でしょきっと大きなプレッシャーを背負っているだろう。体制の人が来てサインを頼んだり、 写真を撮られたり。でも彼は今もずっと謙虚だ。素晴らしいプレイヤーで、素晴らしい人間だと思う、とリスペクトの言葉を並べていた。